じゃあこんにちは、はい、さあ12球団監督会議、はい行われた中で、まあ、一つの話題は岡田監督があの審判への、 あの過剰な挨拶どうなのっていうのもありましたけれども、はい、さらに話題になっているのがソフトバンクの小久保監督が、はい、ベンチ内にタブレットの持ち込みを許可してほしいと。持ち込んでるところない？いや、ないか。まだペーパーじゃないですか。そうか、はい、紙めくってるもんな。そう、紙とかノートとかなので、まあ時代的にはもう入れてもいいと思うよ。まあね、アメリカ特に大谷選手なんかがあの、ね、バッターボックスの様子などをこう見たりとかベンチ内で見てるのがもうテレビに抜かれてるので、メジャーではもう主流というかなんですよね、うん、いいんじゃないって思うじゃないですか。ただ、まあ、岡田監督がそれに対してまあまあ持ち込んでるよねってアメリカ。ただそうなってくるとサイン盗みとかの、ね、疑いとかのそういうのも出てくるしとかっていう、うん、まあそういう危険性はあるかもわからないけども、うん、もう時代的には入れる時代だと思うし、うん、もうそんなこともしないだろう。まあ一昨年ぐらいにね、いろいろなんかそれでありましたけれども、まあそれは伝達でしょ、はい、うん、もうそうやんないと思う、モラル的には。もうそこは信じたいですよね。いや、それはもうデータだとか、うん、ワンタッチでポンと出てくるものじゃない、はい、だからまあ効率化を図った方がいいよね。そうですよね。紙ペーパーだと汚れちゃうからな汚れちゃう、もうバリバリになっちゃうしさしかもあの更新がタブレットの方がやっぱり早いの、ね、早いよな、そのまま入れれるしな、はい、そうなんです。いや、だからそれはいいんじゃないの。あれ具体的に大谷選手なんとか見てるやつっていうのはタブレットで、まあ、自分のフォームとかフォームとかそういうのを見てるんだと思う、打ち方とか。例えばあとよくあるのがピッチャーが変わった時に打席に行く前にこう見たりとかしてる。そうあれは、まあ、配球とか傾向だとか、はい、あまあ、そういうのを見てるよね、うん、あとはそのリアル感という意味では今先発ピッチャーがどういう傾向にあるかっていうのもそのデータでどんどん打ち込んでいくっていう、うん、データの集積力にもなるっていうことですか。いや、それはなるよね。さすがだね、ソフトバンク、うん、IT 企業、まあ、そりゃそうですよ、まあ、そりゃそうですよいや、でもそれは俺は別に構わないと思うけどね、うん、あとはもうこっち側が、まあ、あの信じるというか悪用しないっていう。悪用するかな、ゼロとは分からない。言い切れない切れないです。今も疑い深いね。いや、だって、まあ、このようにゼロっていうのはないと思う。まあまあまあ、そりゃそうだな。そうなんです。なんか怪しいなと思うと、まあでもその全員が全員持ってたらなんか気持ち悪いよねいや、ちょっと気持ち悪いだけど、まあそのスコアラーだとかね、はい、まあそういう人間たち、うん、データが見たい選手もいるだろうしね、うん、はい、だからそれはもうパッと見れるようにしといてあげた方がいいと思うけどね、うん、これ12球団全てのチーム今あのタブレット化なんですか。そのベンチには持ち込めないとしても。いや、タブレット化してるよね、みんな。豊さんの時、いや、 DeNA もそのやっぱりそういう企業だから、はい、まあ、みんな全員にコーチなんかパソコン持たされてみたいな。あ、それで入力とかしてたんですか。してた。え、できたんですか。それはできるに決まってんじゃん。そのぐらいはできるよ、お前。パソコンできたから。それはできるよ、お前。そうなんです。だから携帯で打つのと一緒やねんけど。まあそうですね。これになるわけ。そうですけど。わーっと見ながらのか。ブラインドタッチできたんですか。できないよ。そうですよね。そんなことない。今できるようにこう頑張ろうとしてるだけ。そうか。まあでもそうですよ。今ペーパーレス化ね。まあそうだな。中で別に俺はいいと思うけどね。でもどうです、ここも何年かのうちにタブレット OK っていう風には流れにはなってきそうですか。もう持ち込める台数とかも、まあ、今年からなる可能性もあるよね。あ、そうかもしれないんですね、うん、もしかすると。いや、まあ、その方が便利だと思うよ、うん、そうですよね、うん、資源にも優しいしね。そうですね、うん、ペーパーレスで。そう確かに。あとはまた別のことも提案していまして、はい、育成選手の在り方についても提言されてました、はい、小久保監督。現在2軍での試合で育成選手というのは5人まで枠使っていいよというところなんですが、はいはい、それはもうちょっと5人以上に増やしてほしいと。まあ、うちは4軍までいるのでやっぱ育成選手が非常に多いと。そういうこともあって2軍で5人という枠は少ないので、そこを枠を取って。それなんで5人なのかっていう理由が知りたいよね、うん、
はい、私も5人だとちょっと知らなかったので、いや俺も初めて聞いた、はい、なぜ5人なんだっていうところまずあるんですけれども、うん、そんな撤廃しちゃったらいいのになと思うよ、うん、あの同じユニフォーム着てて背番号だけ大きいわけでしょ、見れたでしょ、はい、育成はね、うん、そんな撤廃しちゃえばいいのになと思うけどね。そうですね、もうそのチームの中で同じ飯食ってんだから、うん、いい選手がいたらちょっと試してみたいなと思えば、うん、何人でも試してもいいようにしときゃいいのになっていうふうには思うけどね。そうですね。あとそうすると、あの育成が逆に少ないチームとの均等化が図れなくなっちゃうとかあるんですよね。まあそれはあるな、うん、まあそれはあるけども、それはもうチームの事情だから、うん、ただ2軍っていうのはさ、育成の場所で、はい、その選手を育てる場所だから、うん、だからそこら辺はもうその球団の事情があるにしても、うん、まあ2軍で勝ち負けはね、そんな問われないわけだから、うん、そうですね、いいんじゃないのかなって思う。うん、まあ、中日なんて逆にさ、はい、借りたいぐらいだよね。このものすごい加藤がお前苦労してたぞ、まあ、あっちゃん選手があっちゃん苦労だらけだぞお前。そうですよね、もうキャッチャーがサードやらせたりとかさ、だからサイン出せないとか言ってたの選手いなくて。いやだから だってそこの動きが分からないやつが守ってるって言うの。そうか、何ですかその悲劇があるの。いやだから そのぐらいやっぱりね、怪我人とか出たりとかいろいろしたら苦しいチームもあるわけよ。そうですよね。あだからまあ均等化を図ろうとかね、うん、まあいろんなことがあるにしても、でもやっぱそれはチームの事情だから、うん、それはなんかこうチャンスを与える意味でもね、うん、枠を広げてもいいと思うよな。そうですよね、育成選手のそのやっぱり活躍できる場を増やして、どんどん上に育成して上げていくっていうのが、ね、うん、目的。やっぱね、より高いレベルを経験させないと選手っていうのはなかなかな成長っていうのはしてこないし、はい、だ4軍より3軍、3軍より2軍の方が、うん、はい、やっぱレベルは高いだろうから。そうですよね、まあ、そういう振り分けもしてるだろうし、うん、でもそういうステップアップしてくる選手に枠があって出番がないってなるとさ、うん、ちょっとかわいそうな気もするしな。ですよね、うん、だから本当に5人以上に増やして何か都合悪いこととかデメリットがあるわけではなさそうですもんね。デメリットはあんま感じないんだけどね、うん、ただまあ他の対戦する球団がちょっとかわいそうだとかになるかもわからないけども、はい、でもそれはもうしょうがないんじゃない。そうですね、そこのチームの育成のカリキュラムというか、それがそれぞれ違う。そうだな。いやだからソフトバンクは4軍までありますし、巨人もやっぱりそこら辺充実させてきてますけど、それこもチームによってやっぱりね、まあお金、ね、その資源のあるチームとないチームでまた変わってくるんでしょうけど、でも勝つよりもやっぱりチームの成長というかさ、うん、選手の成長を望んでるわけだろうから、はい、優勝したけども全然一軍に上がってこないとかさ。そうですよね。まあそれよりはもう本当に負け続けてるけども、うん、何人一軍に上がったっていうことの方が、うん、俺は大切なことだろうから、うん、でもそれはそれでいいんじゃないのかなっていう気はするけどね。そうです、ね、あの枠を広げた方がね。ですよね、うん、あとはこの、記事のコメント欄の中にはこういうことを定義してほしいっていうファンの方もいたんですけれども、うん、あのリプレイ検証に使うカメラの位置、あの見ると3台とか2台しかなくてこの位置しか見れませんっていうのあるじゃないですか。あれとかってそれまだお金かかっちゃうことなんですかね、そこの球場に。それから出すいや私たちだってNPB さんなんとか、ね、いやもう独自のカメラを設置しておけばいいよな。まあそう思うんですよね。プラス豊さんが前の動画でもおっしゃってたように、審判がそれを見に行くんじゃなくて、そもそもそのメジャーリーグみたいに中央にドンとあってそこで一括して見るっていう風に、そういう風に導入してもいいのかな。だからサッカーはそのカメラのね、うん、ゴール前のその PK だとかゴールインしてんのかっていうのは VTR 班がいるんだよ、はい、そこで審判との交信があって、うん、PK だとか決めるんだよね、うんうん、でもそれでも審判が納得いかなかったらグラウンドにモニターがあるんだよ、うん、はい、それを確認するとかさ、はい、一緒に確認するとか、うん、だから引っ込むっていうことはないよね。そうですよね、うん、だから引っ込まない方がいいと思うけどね。ですよね、うん、あとはなんかその球場球場にそのカメラというかそういうところをちょっと設置していただいて、まあ、あれはあの中継カメラの映像とほぼ同じだよね、うんうん、まあ、球団が持ってるカメラとか、はい、まあ、そういうので判断してるんだろうけども、まあ、独自のカメラを設置するっていうのは、うん、それは相当お金がかかるよ、うん、
なあ、はい、これはやっぱ厳しいかもわからないけども、うん、それはできる範囲でやればいいことだし、はい、まあ1人 VTR 班みたいなのを置いとけば、うん、まあいいのかなっていうような感じがするよね。そうですよね、うん、まあ、リプレイの時にあちょうど被っててその位置だと見えないとかやっぱ何回かあるんですよね年にね。まあな、うん、それはもうしょうがないな、それはな、資格になっちゃってるっていうところなんでしょうけど、だから、まあ、審判も4人で入ってって何話してるかわからんしな。そうなんですよ、そこなんですよ。いやもうこれはいいんじゃないかみたいな、そう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 妥協案が生まれたりとかね。そう、あ、まあ、あの密室のことなんで、まあ、まあ疑うわけではないけども、うん、まあ1人って決めといて、うん、その人の判断に従うっていうような、うん、まあそういう方が綺麗なもんかなっていうのは見え方としたらね、はい、そう思うけどね。ですよね。でもファンの方からもこういうことを会議であの提案してほしいっていうのをコメント欄にこうやって記事で書いてあるっていうのはすごくあの面白いなと思いました。まあ面白いよね、はい、まあ、そういう忌憚な意見っていうのがね、うん、どんどんね、まあ寄せてほしいし。いやそうですよ、うん、だからこういうことはどうなんですかみたいな、うん、監督会議に出してほしいなっていう意見があればね、はい、まあ、チャンネル登録をした後に、した後に、そうですね、いいですね、してる人はそのまま、そうそう、してなければ、してない人は後に、後に、して後に、して、コメント欄に、コメント欄にね、書き加えてくれるとね、はい、ありがたいです。はい。